ごいですね。この音量差が全然違いますね。これこんにちは。こんにちは。ハトマンヴィンテージギターズ、今月の商品紹介でございます。はい。はい。ジャパニーズヴィンテージ。ジャパニーズヴィンテージ。はい。ジャパニーズビザールなのかっていうところなんですけれど、河合の、Z1 というモデルですね。はい。70年代後半から80年代頭ぐらいにかけて作られているモデル。のようですね。24フレットあります。はい。素晴らしい。まあ今ご覧いただいている通りですね。まあ形だけ言うと割とまあオーソドックスなスタイルというか、そこまでその木をてらった感じでもないんですけれど、一応もうご覧の通りですね。まあスルーネック構造ですね。メイプルのスルーネックを採用している。まあ、意欲作ですよね。でウィング材がまあアルダーを使用しててという、なんか結構凝った作りですけどね。まあ、3ピックアップの、まあ、シングルコイル3発で、まあ、ボリュームトーンの、各ピックアップのオンオフスイッチになっていますので、まあ、3つペンにも行けたりするってところですよね。そうですね。はい。あとはこれでプリアンプのオンオフがついてます。電池が入ってるってことですね。なるほど。で芝の方見てもらってですね、結構綺麗な木目というか。そうですね。うん。ナットがブラスですか？ナットブラスですね。はい、なんかカバーも、ブラスロットカバーも、はい、ローズウッドで、ちょっとかっこいい。かっこいいですね。で、河合のあのヘッドのロゴですよね。はい、おなじみっちゃおなじみですね。鳥ですから。はい。じゃあ裏もちょっと見ていただいて、こうグリーンサンバーストっていうんですかね。グリーンかブルーか。はい。なんか河合の他のモデルでもたまに見かけるカラーリングですけれど、 Z1 に関してはやっぱナチュラルカラーのものがやっぱ多くて、まあ、F1 なんかもそうですけど、圧倒的にやっぱりナチュラルカラーが多いところですね。こういうちょっと変わったカラーリングはすごく珍しいというか、あんまりやっぱ被らないでしょうね、うん、人と。うん、ラベルが2つだけ交換、まあ、2つ交換ですかね。はい。まあ傷ありますけど、はい、その十分塗装の光沢もあって、はい、綺麗な方かなと思いますね。ちょっとじゃあその魅惑のサウンドをチェックしてみましょうかね。これですね、サウンドのバリエーションが広いのかなと思います、うん、リアかまさなければすごくいい感じですよね。なんかこれリアかました途端急にビザール感が出ますよね、これ。
なんかこのそうなんですね。リアカマした瞬間になんかこのはい、これどうですか、いつもなんか安心感がこう戻ってきますね。はい、すごい、あ、うわ、あー、すごいですね、歪みますね。あー、なんかまあ、これはこれで使いようがあっていいんじゃないですかね。そうですね。あ、歪むな。あ、すごいですね。この音量差、音量差が全然違いますね、これ。まあ、ハーフトーンとかも使い方によってはきなるほど。こちらお値段、はい、こちらがですね、39,800円になっております。安いですね。はい、もうぜひともチェックしていただきたい。なかなか出ないですからね。はい。次回はですね、おそらくですね、フィラデルフィアのギターショー買い付け分が到着してるんじゃないかと。はい、で、まあ、頑張って調整すれば間に合うんじゃないかと、まあ、ものすごいコンディションで入ってくるものが多いんで、なんとかご紹介できるものをこう上げてですね、紹介できるかなと思いますので、またご期待ください。ありがとうございました。ありがとうございました。